皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。今回は外国人が紹介していた日本独特のトラブルについて取り上げていきます。10年以上日本で働いているというカナダ人男性が日本独特のトラブルを紹介していました。ちなみに彼は47都道府県すべて回ったそうで、日本は常に予想外のハプニングが起こり、まるで RPG をプレイしているようだと語っています。彼は自国とは全く異なる様々な日本文化にチャレンジしていました。それでは早速カナダ人男性が取り上げていたものを見ていきましょう。注文できない。飲食店で料理を注文するとき、大抵の日本語のメニューは文字が達筆すぎて、私たちには非常に読みづらいです。店の外に食品サンプルを置いている店もあるので、そういった場合は指で指して注文できます。ですが、最悪の場合は常に勘だけを頼りに注文することになります。かなり苦手な食べ物。日本には生の鶏刺しや納豆など、私たちのような観光客にはあまり向かない突飛な食べ物があることを知っておきましょう。未知の食べ物。日本食は実に多様です。注文した後、自分が想像していたものとは違う料理が運ばれてくることもあります。懐石などの高級日本料理は、普通の日本人でさえよくわからない謎めいた食材を使っていることがあるので、食物アレルギーや食べられないものがある場合は注意が必要。何が入っているのかなかなか判別がつきませんから、日本語でお店の人に聞けるようあらかじめ準備しておいてください。正しい箸の持ち方。料理を食べるときは箸を使うことが多いですが、日本には独特のかなり厳格な箸のマナーがあります。野菜を求めて消耗。日本人に菜食主義者はほとんどいないため、日本ではあまり馴染まないかもしれません。野菜料理はたくさんありますが、ベジタリアン向けの店は少なく、菜食主義者でも魚なら食べられると思われていることもあります。ノープランは危険。街をブラブラするのは楽しいですが、日本ではしっかりと計画を立てた方が有意義に過ごせます。東京には10万件近くのレストランがあるため、良い店を見つけるのは楽ではありません。ナイトライフでもすぐに良い店を見つけるのは難しいし、適当な店に入ってしまうと危ない目に遭うかもしれません。レストランや行楽地は少し調べるだけで良い場所が見つかるので、どこへ行くかは事前に決めておきましょう。英語は通じない。日本で英語が通じると思ってはいけません。英語を話す必要がある場合はゆっくりと話し、身振り手振りも利用してください。複雑な言い回しは避け、ステーションどこといったように必要に応じて日本語と英語を混ぜることをお勧めします。少しでも日本語を話そうとする姿勢が伝われば、相手も英語を理解しようとしてくれるので、どんな日本語でも話せばかなり役に立ちます。日本語が通じない。せっかく覚えた日本語も発音が正しくなければ通じないかもしれません。日本語を覚える際には、旅行用に大量に語彙を増やそうとするのではなく、少しだけの単語を正確に覚えることが大事です。縦が盲点。大きな街でお店やレストランを探すとき、1階ばかり探していてはまず見つかりません。目的の場所が1階にあることはほとんどないでしょう。縦に看板が大量に並んでいるので、視線を上げてみてください。たまにうるさい。はたから見ると日本は物静かな場所のように見えますが、実際には大声を聞いて驚くこともあります。例えば食堂などに入って注文するとき、欧米では店員を大声では呼ばないものですが、
日本では大声で呼んでも全く問題はありません。支払いに驚く。日本は必ずしも物価の高い国ではありません。ですが自分の国では安かったものが日本では高額だったり、その逆もあったりします。例えば日本のタクシー代はとても高いのですが、食べ物はそれほど高くありません。そしてカラオケでは十分注意してください。気をつけていないと請求書がめちゃくちゃに高くなっています。東京で夜遊びしているとすぐに財布が空っぽになってしまうのです。感覚が暴走。新宿などのメガシティは感覚が刺激されます。大抵の旅行者はこの刺激に興奮しますが、圧倒されて苦痛に感じる人もいるでしょう。東京には静かに過ごせる場所もたくさんあるので、気分が落ち着かないと感じた場合はそちらへ。銀行カードが使えない。日本では海外の銀行カードを使える場所がほとんどありません。主要なクレジットカードであれば大抵使うことができます。ですが日本は基本的に現金払いなので、数日分の現金は所持しておくと良いでしょう。だらしなく見える。日本人の服装は大体の場合とてもきちんとしているため、東京の訪日外国人は少しラフに見えます。これを気にするかは個人の問題なので、気持ちよくバカンスを過ごしたいなら気にしなくても問題はないでしょう。旅館で戸惑う。旅館はホテル以上の存在であり、日本文化の縮図です。旅の前に旅館の細かい決まり事を知っておくことはとても重要なことです。浴衣が左前。旅館に泊まったりお祭りに行ったりする際に浴衣を着る機会もあると思いますが、浴衣にはきちんとした着方があるので、これも事前にしっかりとチェックしておきましょう。正座できない。畳に座る際、日本人は正座をしますが、きちんと正座することは海外から来た多くの観光客にとって難しいことです。お辞儀の仕方を間違える。お辞儀は感染しやすく、ついこちらもお辞儀をしたくなりますが、これにも正しいやり方があり、知らないと間違えたお辞儀をしてしまいます。寝床が硬い。すぐに慣れますが、日本の伝統的な寝具や椅子は想像以上に硬いということを覚えておいてください。最後には裸になる。日本へ来たら温泉へ入ることをおすすめします。恥ずかしいと思う前に温泉のマナーについて学んでおくことが大切ですよ。地図があっても迷子になる。日本ではほとんどの通りに名前が付けられていません。住所には通りの名前ではなく番号が付けられています。慣れていないと地図で目的の場所を探すのに苦労することがあります。運転で苦労する。国際免許証があれば日本で車の運転をすることは可能ですが、日本での運転は楽ではないので覚悟しておくように。日本の交通標識や規則は独特です。道や高速道路はかなり狭く感じるかもしれませんし、山道には入り組んだ急カーブもあります。運転は無意味。日本の電車は価格や速度、便利さの点で車の運転やタクシーよりも勝ります。そのため例えば東京から京都まで移動する際に、ドライブするのは時間的にも金銭的にも無駄。日本には立派な高速道路がたくさんありますが、主要都市を結ぶ高速道路は工業地帯や郊外を通るため、あまり面白みもありません。違う電車に乗る。日本の鉄道は広範囲な路線網が張り巡らされているため、かなり複雑です。東京など大都市の駅になると多くの鉄道会社が運行しています。正しいホームにいても、
急行や特急、準急や各駅など種類も様々あるので、必ずアプリなどを使って確認しておきましょう。出口が見つからない。出口がどこにあるのか確認しておくことも重要です。分かった気でいると、間違った出口に出てしまった場合、確実に迷います。目的地を決めておかないと、面白い街の退屈なエリアに出てしまうこともあります。大きな駅には地図と出口案内があるので、駅を出る前に軽く案内板を確認するようにしましょう。電車で迷惑をかける。満員電車には日本独自の約束事があり、知らないと迷惑をかけてしまうことも。荷物を他人にぶつける。通勤ラッシュ時に大きな荷物を持って乗るのは良くない行為です。日本には便利な宅配サービスがありますから、大きな荷物は送りましょう。最終電車に乗り遅れる。東京は24時間眠らない街かもしれませんが、終電の時間は比較的早いので注意してください。雨に降られる。日本には雨季があり、台風シーズンもあります。旅行の計画を立てる際には天候にも気を配るようにしましょう。靴のまま上がり驚かれる。日本には靴を脱ぐ必要のある食堂や宿泊施設、お寺や神社があり、旅行者は何度か恥ずかしい目に遭うことになります。トイレを壊す。日本のトイレは海外から来た観光客にとってなかなかの難関になるでしょう。興味をそそるボタンがたくさんついていて、操作も複雑です。薬が足りなくなる。日本の薬とヘルスケア製品は自国のものとはかなり事情が異なると思ってください。必要なものは持参すると安心です。猿に昼飯を盗まれる。猿は陽気に見えますが、攻撃的になることもあります。見た目よりもかなり力があり、小さくて弱いものを追いかけますので気をつけてください。地震。世界の大地震の2割は日本で発生しています。危険度を理解してあらかじめ準備しておくのは大切なことです。思い通りにはならない。日本はあまりに広すぎて思い通りにことは運びません。どんなに準備していても日本に来ると驚いてしまうことばかりです。心を開けば楽しい旅になるでしょう。日本を最高に満喫している旅行者たちは困難を乗り越え、ハプニングを楽しんでいるのです。こちらの記事には多くの外国人から様々なコメントが寄せられていました。その一部をご紹介していきましょう。ベッドで寝ている外国人からしたら、布団に慣れるまでに時間がかかるだろうね。ただ慣れてくるといつでも寝転ぶことができるので便利だぞ。私も日本に行った時迷子になったわ。ただ風景を楽しみながら歩くのも楽しいし、ストレスにはならなかったよ。広告にイラストが使われていたり、地域のキャラクターがあったりと、日本の街は右も左もイラストとキャラクターで溢れていて、とても楽しめたわ。私は日本人が器用にブドウの皮を剥いているのを見た時が驚いた。皮も美味しいんだからそのまま食べればいいのにね。流しそうめんにチャレンジしてみな。難易度は高いけど箸の訓練にはぴったりだよ。日本人に道を尋ねても英語が話せないから苦労したけど、彼らは何を喋っているのか全くわからなかったけど、眼差しを見たら必死に何とかしてくれようとしていて可愛かったよ。日本人が海外旅行へ行く際、前もっていろいろと準備すると思いますが、海外の人々が日本へ来る時も同じなのだということがわかりますね。日本を客観的に見た上での投稿者のアドバイスがとても面白いと感じました。訪れた旅行者たちが日本を満喫してくれると嬉しいですよね。
いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。